どうも皆さんこんこにちはチャックバスです本日はですね SPG アメックスクレジットカード徹底解説ということで改めましてね SPG アメックスクレジットカードのね2020年8月現在ね SPG アメックス入会キャンペーンマリオットボンボイホテル作成キャンペーン10月中旬まではですね1滞在に対して ボーナスポイントがもらえるキャンペーン等々もねやっておりますのでこれからね SPG アメックスね発行検討されている方はね是非ね参考にしてみていただけたらなというふうに思いますまたねこの SPG アメックスクレジットカードがですね なぜ大人気なのかメリットデメリットみたいなねそういう点でもね解説やっていきたいと思いますまずね SPGAMEX ク,クレジットカードの基本スペックからね見ていきたいと思います年会費は3万1,000円還元率は 1%100 円で3ポイントがたまるっていうふうになっておりまして3ポイント1円っていうね計算というふうになっておりますなどの 還元率は1.25%というふうになっておりまして、貯まるポイントはマリオットボンボイホテルポイント。ポイントの有効期限は一応2年間というふうになっているんですけども、ポイントの加算、減算、交換があればね延長というふうになっておりますので、実質無期限というふうになっております。ポイントの利用先については、マリオットボンボイホテルの宿泊に利用、各航空会社のマイレージに交換することが、 可能です国際ブランドはアメリカンエクスプレスというふうになっておりまして発行元もアメリカンエクスプレスということで SPG アメックススはリカカンエプレレの発行していいるジトードうになりますまたねアメリカンエキスス、ね、ク、まね、ンエキスプレスが発行しているクレジットカードというふうになっておりますんで海外旅行保険がね自動付帯で付いていたりとか手荷物無料宅配サービスも付帯しておりまして成田中部関空がね対象で国際線帰国時にね1個 ススーーツケースなどを無料でね送ることができますこちらね注意が必要というふうになっておりまして羽田空港はね利用することができませんので私のようにですね羽田空港で意気揚々とですね SPG アメックスね出して無料宅配ね利用しようとしても こちら使えませんっててて言われししまいままいいすのでこちらね注意してください、ま、た SPG アメックスはですねゴールドカードという風にになっておりますんで各方のクレジジットカードラウンジもね利用することができますまたね余談なんですけどもこの SPG っていうのはスターウッドプリファーゲストの略という風になっておりまして SPG ホテルグループのねクレジットカードとしてね発行されたわけなんですけども2016年に SPG グループがですねマリオットボンボンホテルに 買収されたことによって現在は SPG グループ、マリオットホテル、リッツカールトン、まあ、こちらがですね一つとなって29ブランド約6,700件のねホテルが参加に入った世界最大のねマリオットボンボンホテルチェーンという風にねなったわけなんですよね。現時点ではですね SPG アメックスというねネーミングでこういう感じで。 SPGAMEX のねクレジットカードという風になっているわけなんですけども2020年もしくは2021年にですねマリオットボンボンホテルクレジットカードっていう風にね変更されるのではないのかなっていう風に言われております。というのも本家のアメリカではですねもうすでにクレジットカードね切り替わっておりましてこんな感じにね 変わわってるわけなんですよね非常にかっこいいデザインになっておりますけども今現時点ではまだね SPGAMEX という名前でねクレジットカードが発行されているっていう感じになっております。それではですね SPGAMEX の人気の理由なんですけどもあくまでね個人的見解なんですけどもまず1つ目ですね SPGAMEX を発行するだけでマリオットボンボンホテルのゴールド会員になれるっていう点ですね。 ゴールド会員になればですね。マリオットボンバーホテルにね。宿泊する際に客室の無料アップグレードだったり、レイドチェックアウトがね。14時までできたりねすることができます。まあ、それ以外でもですね。こんな感じで得点を受けることができるんですけども、個人的にはですね。この2つがね。大きな得点ではないのかなっていうふうに思います。 まあこちらの客室のアップグレードレイトチェックアウトに関してはですねあくまでホテルの状況に応じて利用できるっていうものになってるんですけどもスイートルームを除くより良い部屋にねアップグレードされるっていうふうになっております。 あくまでこれはね、私の体験なんですけどもニューヨークでね、SPG アメックスを発行して間もない頃にですね、SPG アメックスを保有しているだけのね、ゴールド会員だった時にニューヨークのシェラトン・リンカンハーバーっていうホテルで,ですね、予約したわけなんですけどもこちらね、本来スイートルームはです、ね、対象外だったわけなんですけどもスイートルームの方にね、アップグレードしていただいたっていう経験もあるわけなんですよね。 これはねただ単に運が良かったっていう話ではあるんですけども、まあ、これもですね s p g アメックスを保有してゴールド会員になれたから、まあ、このスイートルームにですねアップグレードしていただけたのかなっていうふうに思います。でこちらのねアップグレードレートチェックアウトに関してはですね特に繁忙期っていう場合はですね アップグレードがなかったりですねレイトチェックアウトの利用ができなかったりっていうすることはねもちろんあるっていうことはね覚えておいてください次に2つ目ですねたまったポイントを ANA マイル JAL マイルなどの各航空会社のマイレージに交換できるっていう点ですねしかもその交換できる航空会社先は40社以上っていうふうになっておりますクレジットカード決済をはじめね 貯まるマリオットボンバホテルポイントは各航空会社のマイレージね交換することができるんですけども本来3ポイント1円っていうね掲載になっているということですんで6万ポイント貯めた場合 本来まあ二万円分ということで二万マイルにね交換できるわけなんですけどもこちらね一部を除いたマイレージサービスに交換するとですね五千ボーナスマイルが付くっていう風になっておりまして六万ポイントが二万五千マイルにね交換することができるわけなんですよね六万ポイントを貯めるにはですねクレジットカード決済で二百万円のね決済が必要っていう風になるわけなんですけども二万五千マイルに交換できるっていう風になりますのでマイルへの還元率は 25%っていう風になりますまたね ANA の国内特典航空券がお得に発見できるっていうことでね人気のあるユナイテッド航空マイレージプラスに関してはですねマリオットボンボイホテルと独自レートっていうのを組んでおりまして6万ポイントを交換した場合2万5,000マイルではなく 27,500マイルにね交換することができるわけなんですよねしたがってユナイテッド航空への還元率にすると1.375%っていう風になるわけなんですよねまたね交換先で有名なところであればまあ、JAL もそうなんですけども JAL のね 特典航空券が発見できるブリティッシュエアウェイズとか ANA マイルでは、ね、発見することができないシンガポール航空のスイートクラスファーストクラスなどの特典航空券が発見できるシンガポール航空のクリスフライヤー、まあ、こちらにもですね交換することができます。 まあ先ほど言った、ね、ユナイテッド航空にも交換することがもちろんできますしたまったポイントをいろんな、ね、航空会社から、ね、選べるっていう点ではですね s p g アメックスの、ね、最大の魅力の一つではないのかなっていうふうに思っております次に3つ目ですねマリオットボンボンホテルのポイントの使い勝手は、えー、マイルだけではないんですよねたまったポイントはですねマリオットボンボンホテルのポイント宿泊に関しては ブラックアウトっていうね連休とかクリスマスとかね いわゆる繁忙期ってありますよねそういう時でもクイズさえあれば無料宿泊ね利用することができるんですよね、まあ、この点もねかなり強いポイントかなっていう風に思いますいわゆる繁忙期と言われる時期はホテル価格もですねかなり高騰しますんでまあ、そういう時にですねポイントの無料宿泊が利用できるっていうのはねかなり強いかなっていう風に思います次に4つ目ですね入会キャンペーンを利用することで初年度から年会費の元が取りやすいっていう点ですね SPGAMEX 自体はですねずっと入会キャンペーンをね行っておりまして発行後3か月以内にね10万円を利用すると3万ポイントをもらえるねキャンペーンをやっております。 でこちらねキャンペーンを利用するとまあ、10万円分ね決済するということになりますので合計で3万3000ポイントをね獲得するっていう形になるわけなんですよねまたアメックスのクレジットカードっていうことになっておりますので既存の会員の方から紹介でねクレジットカード発行するとさらにね6000ポイントがもらえるんですよねですんですべてを合計すると39,000ポイントがもらえますこの39,000ポイントですね国内のマリオットホテルね伊東の主税地 だったり山中湖のねマリオットホテル無料でね利用することができますまたね spg アメックスを発行してゴールド会員っていう風になっておりますんで客室のアップグレードであったりレイトチェックアウトなどもね利用することができるんですよねこれらを考慮すると年会費を支払ってでも発行する方がねかなり多いのではないのかなっていう風に思っておりますそれでは5つ目ですね年会費の更新時には5万ポイントの無料宿泊券がもらえるっていう点ですね 年会費の更新時には年会費が3万1,000円ということでもう一度ね3万1,000円かかってくるわけなんですけども年会費の更新時には年会費の代わりに5万ポイントの無料宿泊券ががねもらうことができるんですよねですので先ほどは3万9,000ポイントっていうふうになっておりましたけども年会費の更新時には5万ポイントということでさらにね価格やホテルクラスがね高いホテルでも利用することができるわけなんですよね。 その他にもですね、宿泊でポイントがもらえるキャンペーンだったりとか、マリオットボンボンホテルでですね、スピ SPG アメックス決済すると、 ボーナスポイントがもらいたりするっていうねキャンペーンや特典あったりしますのでそちらについてはですね概要欄から専門の動画ね出させていただいておりますんでそちらね見ていただけたらなっていうふうに思います以上はですね個人的には人気の理由なのではないのかなっていうふうに思っておりまして次にねデメリットですねメリットに関しては今言ったね人気の理由っていうのがそのままねメリットになるかなっていうふうに思いますんで次はデメリットですねまず1つ目がですね年会費が高い点ですね まなんといってもデメリットはねこの年会費の高さかなっていう風に思っております個人的にはですね3万1 0 0円という年会費は、まあ、高いですけどもまあ、その分の元は取れてるかなっていう風に思うんですけども日本のホテルは低価格でまたねそれで朝食付きとかねそういうホテル結構ありますよねですので3万1 0 0円の年会費をね 払ってマリオットボンボイホテルに1泊ね無料宿泊するならまあ、低価格の1泊1枚のホテルをね3泊した方がお得って考える人もね中にはいらっしゃると思うんですよねこの点についてはですね人それぞれね考え方変わってくるかなという風うに思いますけどもこの年会費の高さっていうのはねデメリットの一つっていう風になっております次に2つ目ですねマリオットボンボイホテルに宿泊先が限られるっていう点ですねやはり SPG アメックスをね 発行するとですね SPG アメックスですねマリオットボンボホテルに宿泊するとボーナスポイントがね付与される点またね ゴールド会員の特典ということもありますんでマリオットボンボイホテルをね中心に探してしまうっていう点がねやはりあるわけなんですよね私自身ですねスピージアメックスを発行してからマリオットボンボイホテルばかりね宿泊するようになりましたのでまあ、個人的にはですねニューヨークで私はマリオットボンボイホテルね利用することが多くてですねマリオットボンボイホテルの清潔さだったりとかまあ、ニューヨークはですね世界有数の観光地ということでホテルのサービスはね基本的にそんなに良くないんですよね まあそういう点ではですねマリオットボンボンホテルなら安心できるっていうねメリットがあるからまあいいんですけどもやはりね SPG アメックス保有していると他のねホテルっていうのが選択肢に入りづらいっていう点はねデメリットの一つではあるかなっていうふうに思います。次に3つ目ですね 家族カードについてはマリオットボンボイのゴールド特典がないいっていう点ですねこれもですね人によってね変わってくるかもしれないんですけども s p g アメックスには家族カードっていうものはあるんですけども家族カードに関してはこのマリオットボンボイホテルのねゴールド特典っていいうのはねないんですよねですけども年会費が1万5,500円かかるっていう感じになっておりましてご夫婦とかでですねクレジットカード決済をね 集めてポイントをね貯めたい場合っていうのは家族カードね発行して利用する方ね多いと思うんですけども特にね得点がないっていう点ではですね家族カードを発行するぐらいならで,ですね新規で本会員としてね s p g ックスね発行する必要があるっていう風になってしまうわけなんですよね。 以上はね個人的にデメリットかなっていうふうに思う点ですねそれでは最後にですね2020年8月現在のキャンンペーま、ね、まとめていいいいきたいなっていう,ふうに思います先ほどね紹介させていただいた入会キャンペーンもその一つっていうふうになっておりますねこちらのキャンペーンはですねずっと行われておりますんで発行する際はですね確実に狙っていただきたいなっていうふうに思います次にですねマリオットボンボイホテルのアカウント作成のキャンペーンですね s p g アメックスをね発行する際にですねマリオットボンボイホテルのアカウント作成のキャンペーンですね のの会員登録っっててね必要になってきますで SPGAMEX の、ね、発行画面からもですねこのマリオットボンボーホテルのアカウントっていうのは、まあ、作成できるんですけども、まあ、個人的にはですね先にマリオットボンボイの、ね、アカウント作成していた方が、まあ、楽かなというふうに思いますんで手順としてはマリオットボンボーホテルの、ね、アカウント作成していただいて SPGAMEX、ね、発行する手順がですねおすすめかなというふうに思っております。 でマリオットボンボンホテルのねアカウント作成にもですねキャンペーン行われておりますんで期間中にマリオットボンボンホテルにね2滞在すると2万5,000分のね無料宿泊券もらうことができますので s p g アメックスねこれから発行しようっていう方はですね是非狙っていただきたいなっていうふうに思っております。ここ、ね、こちちちらららのののの URL は動画の概要欄に載せておきますのでこちらで、ね、マリオットボンボンホテルの アカウント作成した後にですね s p g a m e x ね発行するようにしていただけたらなというふうに思いますまた2020年8月現在ですねちょっと個別の動画はこちらを出させていただいておりますので詳しい内容はですね注意事項等々もあるのでそちら見ていただきたいなというふうに思うんですけども1滞在ごとにですね2500ポイントですねもらえるキャンペーンこちらね上限なしでもらえるんですけどもまた3滞在するとですねさらに5000ポイントこちらは一度きりなんですけどもこういうね防 ボーナスポイントがねもらえるキャンペーンもね行われておりますんでこちらもね是非チェックするようにしてくださいまたなんですけども SPGAMEX の、ね、発行自体はですねこちらの動画の概要欄にですね発行手順のブログ載せておきますのでそちらもね是非参考にしていただいて発行ね検討してみていただけたらなっていうふうに思いますいかがだったでしょうか今回ですね SPGAMEX 徹底解説ということでね動画作らせていただきましたけどもちょっとね動画長くなってしまってね申し訳ない限りなんですけども s p g アメック x ねおすすめの人っていうのは、まあ、基本的にはですね年間一度でもですね高級ホテルに宿泊されたい方もしくは ANA マイルなどのねマイルを貯めている方はですね是非ね 検討してみていただきたいなっていうふうに思うんですけどもおすすめじゃない方もねもちろんいらっしゃいます高級ホテルにね興味がない方だったりとかマイルを貯めてない方もしくはね旅行にそんなに行かない方はですねこの s p j アメックスのね力はねなかなか発揮できないと思いますんでこの点もですね覚えておいていただけたらなっていうふうに思います今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思いますこの動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしたいけどととても嬉しいです私の動画のチャンネル チャンネルですね、こういった ANA マイル JAL マイルお得情報クレジットカードマリオットボンボンホテルのことなんかね発信させていただいておりますんでチャンネル登録してない方はね是非チャンネル登録していただきたいなというふうに思います。それでではままたた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイイ。